こんにちは、ちるちる。商業 BL レビューサイト、ちるちる記者の綱吉とほぐしみです、本日の企画はこちら。2023年上半期、記者が選ぶ10冊。イエーイ。はい、今日の企画をじゃあ説明お願いします。はい、もう今何月ですか？もうもう6月もね、終わるっていう感じでして、終わるんですよね、もう7月で、ということは、はい、あの2023年に入ってから、はい、今まで、1月からこの6月来るまで、はい、ちょうど上半期1年の半分が終わったわけですよ。はい、でだからこの半分、上半期の間に単行本が発売された BL 作品を対象として、はいはい、こう我々ね2人のちるちる記者が、はい、本当に個人的にね、はい、刺さったものというか作品を、はい、もうマイベスト BL みたいな感じでちょっと5冊ずつ、はい、計10冊、はい、一応作品をご紹介したいとご用意してきましたので、はい、ぜひやっていきたいと思います。はい、じゃあ最後までお付き合いいただければと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。1作品目はまずこちらです。西本郎先生の初めの恋です。わーい、良かったまあ、1作目から、この作品実は私の普段の好みというか、はい、こう表紙買いをしていくとしたら、はい、意外と手に取らないというか、はい、別にあの遠ざけるわけではないんですけど、うんうん、こう買ったり普段はしない感じなんですよ。はい、ただ、はい、ただこのおそらく受けだと思われる、はい、このメガネのね、はい、うるうるのお目目をしてる子がとても可愛かったもので、はいはいはい、買うしかないと思い買った作品なんですけども、はいはい、あの見た感じこう攻めがね、あの黒髪の方なんですけども、うん、この元ヤクザっていうシチュエーションがまあすでに良くて、はいはいはい、でヤクザから足を洗って、うん、一般の社会に出てきて、はい、このキルンキルンの子と出会って、はい、きっとなんかなるんだろうなっていうのを、まあ、あらすじ読んだ感じというか、はいはい、なんとなく分かったのでまあ好きだろうと買って、はいはい、で読んで、はい、間違いなかったですよ。あ、本当にそうですね。いや、これなんか良かったポイントとしては、はい、この受けの顔が最初は好みだなって思って、はい、あの買って、それも間違いなく良かったんですよ。はいはいはい、結構こうメガネかけてる表紙なんですけど、それ以外の表情だったりも見れたりして、はい、で服装とかちょっと面白いシーンもあったりして、はい、おー、そうなんですね、2人でこうデートする時とかに、はいはいはい、ちょっと思ってた服装じゃなかったりしてあ、なんか、あれ、かっこいいと思ってたんだけどなんか違ったなみたいなちょっとはいはい、はい、面白かったので、そこもねユニークなちょっと変わり者同士の一面が見えたというか、はいはいはい、でプラス、はい、私は攻めの顔も結構想像以上に良くて、はい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 、受けのことがね結構好きだったりするんですけど、はい、それに対するなんだろう、恋愛はまだよく分かってないのに、はい、でもなぜか体は先に反応しちゃうみたいな、顔は先にめっちゃ赤面しちゃう、はいはいはい、みたいなところがすごく良かった、はい、もう好みの攻めすぎて、うんうん、で元ヤクザなんですけど、そこからちょっとどんどん普通の生活に変わっていくってところで、はい、違うね新たなお仕事も始めたりするんですよ。それがちょっといい、ね、はい、この見た目とはあんまり合わないとか想像できない感じのお仕事、はいはいはい、アルバイトをしたりして、それがめっちゃ可愛かったので、はいはい、ギャップに燃えたというかいいですね、こういう人リアルにいたらいいなって思う感じの、ちょっと飲食店なんですけどね、あ、ちょっとめっちゃ良かったなんかこわもての人がね可愛いものと一緒にいるとね、こう新たな萌えが生み出される、なんかそのミスだから逆にいいっていうのを改めてね再確認しましてはいはい、はい、それも読めたのも良かったですし、はいはいはい、あと言うならばこの二人で私は結構高度な恋愛が繰り広げられるんじゃないかなって、大人な恋愛なのかなってちょっと思ったりしてたんですけど、はいはいはい、うん、全然もうめっちゃピュアでしためっちゃいい、はい、言ったらなんか手をつなぐとかそういうレベルのそのピュアさです。素敵、びっくりしちゃって、はい、あ、ちょっとこれはいい意味で自分の想像を裏切られたなみたいなポイントだったので、これは自分手に取った自分に拍手を送りたいぐらい、もう上半期の中ではめちゃくちゃ思い出に残ってる、もうすごい良かった作品ですねまああとは、はい、まあ、背のこの描き上げてる髪の毛が下がる瞬間がちょっとあったので、はい、かっこいい、この顔が本当にかっこよくてよかったので、はい、今ねちょっと新さんに見せてるんですけど、めちゃめちゃいいので、いいですね、もう最後まで1ページたりとも見逃せないと思います、はい、多分読まれた方も、ね、たくさんいらっしゃると思いますが、はい、もうめっちゃよかったです。わ、素敵。2作品目はこちらです、
星野ゆずき先生のパパベビートライアルです。めっちゃ表紙可愛くないですか。可愛いですね。本当に可愛い。なんか雑貨屋さんとかにありそう。ファンシーコーナーに置いてありそうな可愛くて、はい、あのこれは完全に私のもう好みというか、はいはいはい、好きな可愛い系だなって思って買ったのと、はい、あの女の子、ちっちゃい女の子がいたので、はい、もしかしたらその子育て的な描写があるのかなって思ったりもして、はい、ちょっと子育て BL 好きとして買いました。非常に良かったです。もうなんか、黒髪の方こと、うんうん、南くんって言うんですけど、と結構ふわふわ茶髪の男の子の方がそらくんって言うんですけども、はい、2人ともあの大学生で一緒に普通に大学で知り合ってる先輩後輩っていう関係なんですけども、先輩の方がふわふわの茶髪の方のそらくん、はいはいはい、でその先輩にちょっと憧れてる黒髪イケメンの南くんみたいな感じで、あの関係性はこう全然特別な感じというより、はい、聞いたことあるかもみたいなちょっとありふれてそうな感じではあるんですけど、はい、そこにこのちっちゃい女の子の、ね、この子は南くん の、 あの、はい、めいっ子ちゃんなんですけども、はるちゃんが加わることによって、はい、なんかあのもともと可愛いかける可愛いだったのになんかさらに可愛いが追加されて参上されてるみたいなとんでもない状態になっていて、はい、であの一応お話のストーリーの流れとしては、はい、この2人大きい2人でちっちゃいはるちゃんをちょっとお世話していくみたいな感じなんですけども、うんうんうん、そのお世話してること自体も可愛いけども、あの2人、そらくんとみなみくんの関係性もなんか子育て以上になんか来るものがあるんですよ。ほう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 。とてもとても可愛くて、はい、お互いがお互いのことちょっと気になってるみたいなのが読んでて明らかにわかるんですけども、いいですね。はい、その気になるポイントがなんか本当に小さなことで少女漫画みたいっていうんですかね、なんて言うんだろう、私も BL を読んでなんかギュンギュンするぜって思う方が多いんですけど、はいはいはい、ギュンっていうよりちゃんとキュン、あ、キュンがキュンってして、はい、なんか星屑が飛ぶみたいな、なんて言うんですかね、すごい可愛い要素が多くて、うんうん、なんか告白のシーンとかもめちゃめちゃもうピュアで、この好きです、俺も好きです、よろしくお願いしますみたいな、ういういういう感じが、はい、これ久しぶりに読んだぞと、可愛いですね、すごい良くて、はい、あの物語が進んで最後の方に行くにつれてなんか可愛いの渋滞みたいななんかちびっこも出てくるので、そこもあの他にもねちびっこキャラ出てくるんですよ。しおんくんの妹ちゃんとかも出てきて、はいはいはい、ちょっとみんなでお出かけに行くみたいなシーンが、うんうん、結構随所随所にあるので、あそこもいいですねそのあこれも良かった、あこれも良かったって思い出すシーンがちょこ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 たくさんあるのが、はい、この作品を私が上半期であの記憶に残った理由というか、はいはいはい、だと思うので、はいはい、あのこう1個手元に一家に一台こう置いといて、たまにパラって読み返してフフってやりたいやつ、あなるほど、はいはいはい、やつだなってパパベビートライアルっていうこのタイトルもね、はい、きっとこのパパとベビーが何かにチャレンジしていくんでしょうっていうそのタイトルを物語っているので、もうめちゃくちゃおすすめです。はい、3作品目はこちらです。はい、水木たま先生の育休魔王と偽勇者です。タイトル気になりますね。よくないですか、異世界っぽい。そう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 、まさに異世界のちょっとラノベ風というかな感じなんですけども、はいはいはい、表紙がねごめんなさい、なんかお子ばっか好きですごい赤ちゃんとかねちっちゃい子が出てきて、はいはいはい、そのこのかぼちゃパンツみたいなのめちゃくちゃ可愛くないですか。可愛いですね、ひよこちゃんが。それが良くてですね、はい、まあ、それプラスあの攻めのね黒髪の表情がこれ明らかにこいつは俺のもの顔をしてるの で、はいでね、あこれはまあまあまあいいだろうと思って予想をし、そうです、それは表紙買いですね。あなるほど。で買ったんですけども、この黒髪の方が、はいはい、あの育休魔王なんですよ。あそうなんですね、魔王、はいはいはい、元魔王、はい、おで、もう一人のもうちょいあの髪の色素が薄い方、うん、茶髪かな金髪かなの方が勇者、偽勇者なんで、はいはいはい、で、うん、でこのちっちゃい子が何者かというと次期魔王なんですよ。へえ、魔王ちゃん、魔王の魔王ちゃん、かわいいなおい、はいはい、もうそのネーミングセンスとかもすっごい大好きなんですけども、うん、この育休魔王はまあ育休っていうその名の通り魔王ちゃんを育てるためにちょっと魔王じゃなくなってるんですよ今、うんうんうん、で実はこの世界線としてはもう勇者によって魔王が倒された世界、はいはいはい、ただそれは実は本当じゃなくて、この
世界平和を実現するために魔王側の魔族と人間側の勇者、はい、どっちも仲良くすればいいじゃんって思っているこの表紙にいる2人が、うん、じゃあ勇者が魔王を倒したっていうその構造を作れば一旦平和になるじゃないですか、はいはいはい、なんかもう本当そういう平和になりたいってただ同じ目的共通の目的に向かって合理的な嘘をついたみたいな感じで、はいはいはい、すごい納得感のある関係性、はいはい、なのでこの育休魔王と偽勇者ってバッてタイトルで出されたらんってちょっとなるじゃないですか。そうですね、だけど、うん、話読んだらあなるほど全然スッと入ってきて、はい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 、なったんですよ、はいはい、でただこの2人の出会いが結構良くて、はいはいはい、実際に魔王がこう勇者の方が魔王の城みたいなところに行って倒すために、はいはい、おい魔王お前を倒すみたいな感じで出会ったのだと思ってたんですよ、うん、そこが初対面魔王と人間なんか普通合わないじゃないですかそうですねと思ってたんですけど、はい、なんかどうやら違ったらしく、はいはいはい、過去編がちゃんと描かれるんですよ、はい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 、過去に実は出会ってたみたいな、うん、あーいいですねそういうのそうそれが描かれてて、はい、でしかも過去に出会ってたってことを知ってるのは魔王側だけなんですよ、うん、あーはい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 魔王が元魔王のルーイ君って言うんですけどルーイの方だけはちょっと自分の素性を隠してもう普通に友人関係としてこの二世勇者のジェイド君っていうんですけど、はい、ジェイドとも昔会ってて、はい、でお友達になってでもそのお友達関係もちょっとこうやって気になってるみたいな、うんうんうん、魔王側の方が先に気持ちが奪われちゃってるみたいな、うんうんうん、過去回想良かったたですねかなり、はいはい、このマオちゃんの、ねはい、存在も結構肝だったなって思うんですよ。そうですよね。なんか誰の子なのかなとか、そうそうそうなんかそことか将来魔王になるって言っても、うん、ってじゃあこの元魔王はどうなるのって話じゃないですか。うんうんうん、なんかもう、そうですね、その気になる要素とかもこう一冊で全部まるっと回収してくれるので結構すっきり読み切れますし、長い月日を真央ちゃんの成長とともに感じられるみたいなところもあるので、うんうん、真央ちゃんとあと魔王と偽勇者、はいはい、なんかみんなの成長をいろんな年月にわたって感じられる壮大さがこの表紙から想像できないぐらいあるので、うんうん、ちょっとそこも気になる方はぜひ読んでいただきたいです、はい、4作品目はこちらです、はい、羊間羊先生のフェイクファミリー上下巻です。こちらね同時に上下2冊、はいはい、同時発売でした、はいはいはい、なんですけど本当に私の趣味全開でもう申し訳ないですけども子育て BL がお好きっていうのはすごい伝わってきました。そうですね、もうここ最近特にですね上半期の中でもね、はいはいはい、特に他にもあったと思うんですけども、特にいやこの、フェイクファミリーなんですけども、はい、私まあまあいつも通り自分のこう性癖に忠実にというか、はいはいはい、もう趣味に忠実に子育て BL だっていう理由だけで購入したんですけども、はいはい、なんかそれだけじゃ ないものがかなりあって、はい、家族っていうその枠にとらわれない感じが、うんうんうん、特にこのフェイクファミリーなんかタイトルにもある通り家族っていうその決まりきった形じゃないところが結構魅力的でめちゃくちゃ引き込まれた理由だったんですけども、うんうんうんはい、黒髪じゃない方が攻めで、はいはいはい、ちょっと紫っぽい、そうですね、なんか狼っぽいですよね今ちょっと思ったんですけど、確かにそうですね、なんかそんな感じのなんですけど結構ふわふわ系というか、うんうん、ヘタレ系です。普段はそうなんですね、ただこれ普段はなので、はいはいはい、普段は、はいはい、でそっちが鮮明で受けの方が、うん、黒髪でこう中分けで、はい、でこの前髪の長さと後ろ髪の長さが揃ってるセンター分けの、そうなんですよ、で顎下ぐらいまで髪の長さがあるっていう、はいはい、で鮮明の方が春陽くんって言います。春に太陽の陽って書いて春陽くんって言うんですけども、うんうんうん、2人は、まあ、昔からの知り合いで一旦距離を置いてたんですけども、はい、ちょっととあるきっかけで再会してっていう感じで、はいはい、ただ再会した時になんと春陽くんが息子というか自分の息子っていうこのちっちゃいね、はい、明くんを連れてたんですよ、はい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 、一般的にこうそこをその情景から想像できるなんか過去生い立ちじゃなかったというか、ほうほうほう、とそもそもが、この受けのレイちゃんの元カノの弟なんですよ、うん、この春陽くんが、はいはい、元カノの弟なので、うん、昔その彼女と付き合ってた時に、うんうん、彼女のお家に行ったら春陽くんがいるみたいな状態なので、うんうんうん、普通にそこで出会って仲良くしてっていう関係だったのが、はいはいはい、今ちょっと成長して大人になってでお姉さんとはもう別れてるので、うんうん、直接的なつながりってもうなんていうかないじゃないですか。そうですね、だけど再び会いに来た理由って何なのか、はいはい、だとかこのあきらくんって何なのかっていう
いい意味で騙されました、はいはいはい、読みながら、え、そうだったのっていう驚くべきポイントが下巻に特に多かったですね、うん、上巻でこうだと信じていたものが下巻になったら、あ、違ったんだっていう驚きがシンプルに多かったですし、その驚くのがその読者だけじゃなくて、うん、一緒にあのレイさんの方も同じ読者と同じ騙され方をしてるというか、あ、そうなんですね。なんかそれがすごい、はい、作品の没入感につながったのが間違いなくて、はいはい、やっぱりキーパーソンはこのアキラくんですかね。ちっちゃいアキラくんってなんかすごい可愛いだけじゃないし、うん、きっとこの子なりにちっちゃいけど心の中で考えてることがすごくあるんだろうなっていうのを、物語に読んでいくうちににどんどん思いますし、はい、あんまり言葉を挟まない喋らない子なんですけど、喋、うんうん、らないことにも理由はあるし、で喋ったら喋ったで、はい、あ、こういうこと考えてたんだって、はい、こうハッとさせられるしっていう、なんかそのキャラクターの掘り下げが上巻であまりない分、はい、下巻でもうどんどん出てくるみたいな、この子育て BL 好きとして安易にそうまたやったぜって言って買った気持ちをもうすごく超えられたというか、はいはいはい、いい意味でどんどん超えていった感じがあって、そこがもう上半期のもうベストと言って もう間違いないなと思いましたね。これはめちゃめちゃ子育て BL 普段読まないって方とかにも、はいはい、この上下巻セットで買うことをもう間違いなくおすすめしますので、はい、ちょっとぜひ読んでみてほしいです、はい。最後の5作品目はこちらです。羽毛先生の口下手は恋に事故る2でーす、はい、こちらね1巻がすでに発売されていて、はい、 その後に今年の上半期に出たのがこちらの2巻になります、はいはい、いやーこれは良かったですね。表紙可愛いですよね。すでに絶対に好みって感じなんですけども、はい、1巻の方のざっとこうあらすじというかお話ししますと、この攻め受けの関係としては同じ会社の先輩後輩っていう感じで同じ職場で働いていて、はい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 、で実は両方思いでみたいなところで、でも2人とも口下手、タイトル通り口下手なのでいろいろすれ違ったりちょっと勘違いがあったりとかいろいろあったんですけども、それも乗り越えて無事告白が成功してっていう、そこを超えての2巻になります、はいはい、そうですね。いや2巻はよくある付き合ったあともっと読みたいんじゃっていうその夢を叶えてくれる2巻でした、うんうんうん、もう実際ねこの先輩の方が美咲さんって言うんですけど、うん、私のすごい好きポイントが先輩の方が受けなんですけども、はい、攻めの哲馬くんが美咲さんのことミサニャンって呼ぶのめっちゃ好きで、誰も許可してないし誰も呼べなんて言ってないのに、ある瞬間から急にミサニャン呼びするのが自発的にやってますよね。めちゃめちゃ好きで、はい、でなんかそのミサニャンの方もミサニャンって呼ばれるような顔をしてるんですよ、うん、あ、そうですね、もう黒髪ストレートでちょっとツンってしてそうな、はいはい、一見とっつきにくそうな、うんうん、でも話してみるとめっちゃ優しくて先輩としても仕事できみたいな、はい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 、あ、すごく好みなんですけども、はいはい、でそれにこうバンバンついてく感じのワンコ系の年下くん後輩、はい、でちょっとおバカな感じ、そうですね、っていうそのなんかやっぱ組み合わせとして間違いなく相性がいいですよね、はいはいはい、でそれを、まあ、特に2人のイチャコラをメインに見れた2巻が非常に非常にもう満足度が高くてですね、はい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 、2人が、美咲さんの方が残業してた時に、はいはい、それにこう付き合ってあげる後輩の哲馬くんがもう、まあ、すでにねめちゃくちゃいいんですけど、はい、その残業の時に差し入れをね先輩のために持って買ってきてくれるんですけど、はい、差し入れの内容がアダルトグッズっていうのがもうめちゃくちゃツボでこういうおバカなら全然許せるおバカというか愛すべき感じ、はいはいはい、はい、であと2巻の特徴というか2巻の中で一番すごい心に残ったポイントとしては、美咲くんの、はい、同じ職場の友人同僚のしゅうちゃんがいるんですけども、メガネのちょっとなんか調子のいい感じというか、う、ね、だけど明らかに絶対いい人で、いや優しいですよね。そうそうそう、すごくこう2人の恋人も全て知った上で応援してくれる感じ、はい、というかむしろ2人のイチャコラを見て何かの扉を開いてしまってるみたいな、そこも含めてすごいユニークなキャラクターで、もう1巻の時点ですでに攻めの方の哲馬くんから結構話聞いてたりとか、はいはいはい、こう2人ののろけ話も全部知ってて、だけどの本当の友人関係としてずっとこれまで仲良くしてきた美咲くんとはこう直接、はい、その2人の付き合ってることっていうのを話したりしてなかったりして、うん、
で美咲側からしても友人に自分の彼氏がいるんだってことをこうずっと言い出せないみたいな状況がこれまで続いていたので、そこをこうどうそのしがらみっていうんですかね、はい、ちょっと壁ができちゃってたところをで隠してたことをどう打ち明けていくのか、はいはいはい、で打ち明けた時になんかどうなるんだろうっていう、うん、そのしゅうちゃんの優しさが見えるシーンがあったので、はいはいはい、よかったですね。なんかしゅうちゃんは全部知った上であえて知らないふりをしたり、はいはいはい、で全部知ってるからこそもう知ってるよってこうナチュラルに伝えたりって、なんかそのさじ加減がめちゃくちゃ上手くて、あ、はいはいはい、それに逆に振り回されちゃうあの美咲さんもすごい可愛くて、うんうん、なんか結構簡単に美咲さん赤面しちゃうんですけど、はいはいはい、その赤面シーンをあの攻め受けのその関係以外のところで見れたのもめちゃくちゃ美味しくて可愛いらしかったですねはい、はい、あと2巻の一番最後が私の大好きなエンド、はいはい、すごい好きな終わり方というか、はいはいはい、好きなこの大団円の割り方、はい、結ばれ方だったので、はいはい、そこも含めてもうめちゃくちゃおすすめな作品です。はい、続きまして、ほぐしみの5作品紹介していきたいと思います。はい、はい、まず1作品目がこちらです。夏野ひろこ先生のアバウトアラブソングです。私はこれはもう作者買いというか、あ、そうですか。すごい好きで、あの赤坂をちょっと読みましてそこからっていう感じだったんですけれども、こちらはあの一作であの完結しております現在、はいはい、で、あ、なんですけど、で攻めがこっちの黒髪の、星名って言うんですけど、彼はバンドマンで、うん、そこそこ売れてるインディーズの、なんか、うんうん、もうライブハウスとかだったら埋まるぐらいの感じのバンドマンで、もう28って感じなんですけど、うん、受けの瀬戸くんがですね、あのなんとね、何歳に見えると思います？めっちゃ若そうには見えますねなんか学生ぐらいになんなら見える。そうなんですよ、高校生なんですよ。なんとちゃんと学生だと焦ってしまったそうなんですよね。なんで結構年の差ビールっていう感じでして、すごいですね、本当だ。うん、でなんかこの2人あのコンビニであの一緒に働いてるんですよね、はいはい、であのこの純粋な瀬戸くんがちょっと密かに結構好きというか癒されてる感じだったんですけど、はいはい、ちょっとある雨の日にお持ち帰りしてしまって、あら、あの自分の家にちょっと濡れてこう子犬みたいになってて、で家にあんま帰りたくないみたいなことを言ってる瀬戸くんをちょっとこう見るに見かねてお家に連れて行ってしまって、てんてんてんって感じのところからちょっと始まってく話なんですけどねはいはいはい、はい、いやこれはもうどこがいいってね、やっぱりまあ攻めのあの星名がね、ずるい大人なんですよね本当に大事なところは決めきれないというか、こう結構一途にこうまっすぐ思いをぶつけてくれる瀬戸くんの思いをこうのらりくらりとこうかわす感じ、大人なやつだそうですよ、あのだごめんねって言いながらあの真剣には向き合ってくれてない感じで、そこがずっとこう歯がゆいみたいな、なんか自分のこと対等に扱ってくれてないっていうところにモダモダしながらっていうの進んでいく感じですね。いやー、なんてでもこのダメオって魅力的なんですかね、ダメオのバンドマンみたいな、でしかもその俺ってダメなやつだからって自分で言ってくるタイプのダメオって、なんでこんな魅力的なんでしょう。嫌いになれないですよねダメって分かってても、うん、ダメって思い切れない感じ。そうなんですよ、古いなでも瀬戸くんは本当に星名のこと大好きですから、うんうん、好き好きっていうのを伝えていって、そのまあ、真っ直ぐなこう思いをどん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 ぶつけていくことでね、あの星名のその、うんうんうん、瀬戸くんへの向き合い方もそうですし、自身のそのバンド活動に対しての向き合い方も変わっていって、うんうんうん、こうじわじわとあの変わっていく2人のこう関係性がですね、とってもいいですね。なんかこう生活の中にあのやっぱりこうお互いのことが好きだから、ちょっとずつお互いのことがにじみ出してきている感じがあったりとかもいいですね。なんでいいですよ。であとはこちらの作品ですね、うんうん、あの本編だけでもあのこの一冊でもちょっと完結しておりますので、はいはい、これだけで読んでも最高なんですが、はい、ちょっとアニメイトさんの方からのアニメイト限定小冊子付きあのよくあるやつ、はい、ありがたいやつですね、販売されておりまして、あのこの2人 の, その本編を読んで、はいはいはい、なんかもっと濃い関係を見たいって思われる方はぜひそちら の, あの小冊子付きの方をあの購入されることをおすすめします。ちなみに私はあの小冊子付きの方を買いまして、あのまあ本編で最高ってなった後に、あのちょっとこう小冊子も手に取って読んで、うわ最高ってなりました。二度美味しいやつですね。そう、二度美味しいです。なんでそっちも合わせておすすめです。はい、続いて紹介するのはこちらです。はい、吉田優子先生のボーイフレンドセブンティーンの上巻下巻になります。こちらもあの上巻下巻同時発売
になっておりまして、はい、もうこのボリュームが一気に読める、すごい分厚いですねなんですけど、でこちらですね、上巻の方の表紙にいるのが攻めの、さくみくんで、こっちがモデルですね、はいはいはい、でこっちの下巻の表紙にいるのが、ヨウさん、あの葉っぱって書いての葉っぱの葉って書いて、うんうん、ヨウさんって言うんですけど、こっちが編集者ですね、で受けなんですけど、うんうん、でなんかモデル×あの雑誌の編集者の恋愛なんですけど、そうなんかあの元々はあのファッション誌じゃなかったんですけど、ところからちょっと移籍してきて、うんうん、ファッション誌を手掛けてるところに、このモデルのさくみくんの撮影に立ち会うことになるんですよね、はいはい、そしたら現場でなんかあの俺あんたのこと知ってるよみたいなことを言われて、そうなんかまあ過去に一度その出会ってはいるんですけど、はいはいはい、あのてめのさくみくんだけがちょっと認知していたっていう状態のところから始まっていくんですよね、はいはい、でなんかこちらの作品ですね、本当攻めのこのさくみくんがですね、このヨウさんとの関係を通してどん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 すごい変わっていくんですよそうなんだ、すごい成長していくんですよ、なんて言ってもですね、これもちょっと年の差が結構ありまして、攻めのさくみくんがまだ高校生、これも学生で、ね、でこっちのヨウさんがもうアラサー20確か9とかぐらい、普通に働いてますもんね、そうなんです、結構違うんですけど、うん、でも本当なんか結構高校生なんですよ、やっぱりませてるけどまだ高校生って感じで、うんうんうん、でなんかそのこれもちょっと笑っちゃったんですけど、チルチルで、ね、読み終わった後に攻め受け特性を確認したら、はいはい、上巻ではこっちの作品家のやりちんくずっていうタグがついてるんですけど下巻のタグがスパダリとワンコに変わってるんですよ全然違うんです、本当に違うんです、タグ面白、そう、でも本当にそのぐらい変わるんですよ、ですごい、まあ、そのマセガキって言ったんですけど、まあそのはいはい、やっぱモデルもしてるし周りの子よりも大人びてるから結構こう最初めっちゃ生意気というか、うんうん、ちょっとこのって感じの思うところの発言も多かったりするんですけどはいはい、はい、まあ、それもなんかこう早熟ゆえというか、うんうん、まあ、思春期特有の揺らぎとか危うさから来るようなところがあって、なんかそれもなんかこう足りなさが、そのなんかちょっとまだこう、うんうん、人間としてこうまだ完成してないからゆえのっていうところがあってよかったなっていうのがありますね。であとすごいなって思ったのが、なんか個人的に結構その攻めのさくみくん、なんか攻めのさくみくんの話ばっかしですけど目ですごいこう彼が変わっていったなっていうのが分かる、うん、書き方をされていて、結構最初こう死んだ魚までいかないですけど、どんよりしてた目がこうヨウさんとこうの関係を通してヨウさんをこう大事に思っていく中で、どん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 その目の輝きが増していったりとか、なんか光が差していくみたいな感じで、そうなんです、それがその目だけですごい表現されてて、すごいなそれって、私本当に下巻のちょっと某シーンですごいギュンとなってしまって、心臓がこんなずるいってって言いながら泣きながら読みました本当になんかそんななるんだ、そうです、なんかすごいこう乾いた心がね、なんか癒されるというか、なんかこう潤いが与えられるような素敵な純愛、まあちょっと結構体から始まるというか、最初さくみくんがちょっとこのやりちんって感じなのでこのって感じなんですけど、まあじわじわなんかそうから心がすごい温まっていくような展開になってて、いいですね、いやーすごい良かったですその上巻から下巻にタグが変わるっていうのがだいぶちょっと気になったので、そうなんですよ、スパダリやりちんからスパダリここまで変化するのなかなかないなと思ったんで、ぜひ、はい、おすすめです。はい、続いて3作品目はこちらです。はい、三山かおる子先生のパーフェクトアディクションでございます。はい、もう好きですねこちらちょっと私好きすぎて、はいはい、まあ普通の動画も出してしまったんですけど、はいはいはい、ちょっとまあ改めてもう一回ちょっとまあ触れたいなって、これはちょっと外せなかったです正直。あ、もう上半期の中で選ぶならと、はい、もうごめんなさい、やっぱこれはちょっと言わせてくださいでちょっとまあなんで簡単にって感じにはなるんですけど、はい、まあ、あれですね、その同じサークルに所属してる大学生のこっちの攻めの秋人と受けのさえちゃんなんですけどね、いつもこう自分を睨んでくるさえを秋人はよく思ってないんですよ。で思ってないんですけど、ラブホに連れ込まれそうになってるさえちゃんのことをですね、秋人が助けるんですよね、偶然。ほうほう。でまあそれで2人で一緒にラブホに入って、そのなんか不感症を自称してるさえちゃんと、じゃあ俺で試してみるみたいになってまあエッチしててんてんてんっていうお話なんですけどね。いやー、これ導入から大好きですよ私もこれ本当にもう何回言ってもいいですよもう大好きです。あのね、まあその前
YouTube 動画でちょっとお話しした時には結構その受けのさえちゃんがすごい可愛いってところいろいろ話させていただいたんですけど、読み直してなんか思ったのは、あの明人くんがですね、やっぱ攻めの明人くんもそのなんかやりちんというか結構遊び人っぽく言ってたんですけど、こうやっぱその断るごとにこうエスコートする仕草だったりとか、はいはいはい、まあ、強引そうに見えて結構こうさえちゃんのことを思って行動してるなっていうのが分かるのもこの作品いいなと思いまして、もうこれは本当に読んでくださいそれにつきますねなんか攻めの欲しい属性っていうか理想の属性が詰まってる感じで、はい、それが受けに対しても同じように詰まってるから、そうなんです。なんかしかも特にほぐしさんが好きな属性が思い詰まっているんでしょうね、きっと。はい、なんか結構その普段あんまりこう商業 BL 読まれない方とかにもおすすめするのに向いてる作品かなと思いますので、うんうんうん、はい、ぜひちょっと周りにも布教してみるといいんじゃないかなと思います。はい、であのこちらの作品は続編が連載中ですので、はい、そちらもまだこれからねこの2人がどんどん見れて嬉しい限りだなと思います。はい、続いて紹介するのはこちらの作品です。はい、しきみビビ先生の服従と甘神の2巻になります。はい、はい、こちらですね、私、はい、あの1巻発売の時には読めてなくて、うんうん、2巻の発売の時に合わせて 1,2 巻って読んだんですけど、うんうん、めっちゃ良かったっす。いやこれめっちゃ良かったっす。結構よく見かけるというか1巻も2巻ももうなんかやっぱ絵柄が印象的ですよね。そう、なんかこの表紙のね、これ受けのイルマくんなんですけど、はいはいはい、結構印象的。1巻も多分イルマくんの表紙なんですけどね、うんうんうん、まあちょっと彼可愛いですよね相当可愛いし、はい、なんかこのタイトルとすごくマッチしすぎって感じ。そうなんですよ。で、はい、であらすじをちょっと簡単に説明すると、はい、1巻で1巻ラストで恋人同士になったあの獣医師の湊先生って、あのこのイルマくんがちょっと怪我して倒れてるところを助けてくれた先生と、あの狼人間のイルマくんなんですけど、のその後の付き合ってからの2人のお話になります。で、まあ、あの恋人としてね、まあ、あのすごいめちゃめちゃツンデレなんですけど、最初はツン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 デレぐらいだったのがあのどんどんデレがこう大きくなってきて楽しくこう生活してるところで、イルマくんはね気づいてしまうわけですよ。結構その湊先生がナチュラルSというか、ちょっとこうなんか無自覚だけど結構あ意地悪なことするねって感じなんですけど、そんな意地悪な先生によってですね、あのなんか先生にいいよって言われないといけない体になってしまっているというくらいもうしっかりしつけられちゃってるんですよ。だいぶもう出来上がっちゃってますね。はい、そうです。あーすごい。で、まあそんなところにですね、あのイルマくんと同じ狼人間の男が現れてきまして、はい、おうおうおう、なんかちょっと2人の仲が彼によってちょっとどうなっちゃうのみたいな感じが2巻のあらすじとなってるんですけれども、うんうんうん、はいはい、まあイルマくん可愛いんですよ。あのツンデレが私はとても好きなんですけれども、はい、あのツンデレが好きな人間はもう多分みんな好きだと思いますあのもう絵に描いたようなツンデレ。あ、もう分かりやすく分かりやすいです。やっぱイルマくん、その自分は俺は人間だってめちゃめちゃ言うんですけど、そういう感じか、可愛いな。狼の血入ってるから、そのなんかこう先生のことをちょっと玄関で待てしちゃってたりとか無意識のうちにそうとか、もう結構そのところどころにそういうちょっとワンチャン仕草が出ちゃってるんですよね、ちょっと1巻2巻通して。それがもうやっぱりあの可愛いの一言に尽きるなっていうところはいいですね、あるんですけど、はいはい、でなんかそのまあで、あとその2巻で特徴的だったのが、やっぱりその新しい狼人間が現れたことによって、うんうん、まあ、あのそのイルマくんがですね、1巻以上にちゃんとその湊先生との関係を自分がどう思ってるのかっていうのを、あのこうツンデレだからね、なかなか言葉にしてくれないイルマくんが、うんうんうん、こう頑張って素直に自分の気持ちを喋ってくれるところが結構あるんですよ。で、まあ、あのうるせえとかうぜえとか悪態はつくんですけど、普段はでもちゃんと言うこともその先生のことを本当はどう思ってるのかっていうのもちゃんと言葉にしてくれてですね、まあ、なんかその特大のデレのシーンがあるんですけど2巻に、うんうんうん、それがめちゃめちゃキュンときたので、あの皆さんぜひ本編で確認していただきたいなと思います。最後にご紹介するのはこちらの作品です。はい、はい、南国バナダ先生の、アダムとイブになれない僕らです。おー、なんかすごくエッチだまあ帯にも書いてありますしね、あの愛とエロに満ちている作品になります。あら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 こちらちょっと近未来 SF っぽい設定なんですけど、はいはい、あのこっちの
あの舌出してる方が、受けなんですけど、受けの颯太くんです。でしょうね。まあそうですよ。すごいもう見た感じ。はいはい。で、あのこっちの受けの颯太くんがですね、あのその今地帯とも地球に最初住んでるところから始まるんですけど、はいはいはい、あの亡くなった親の借金をですね代わりに背負って、それをこう一人で返済しながら、働きながら返済して、まああの一人ぼっちでこうなどん底の人生をずっと歩んでるんですよ。はいはいはい、で、まあいつかは自分の人生も良くなるって信じてるけど、やっぱちょっとしんどいみたいなところで、あの年々こうでも地球環境が厳しくなってきてるから、地球にこう住んでるだけじゃなくって、こう惑星に移住してみ先に移住してみてもらって、あの人間がこう移住できるかを試してもらう被験者を募集してますっていうのを見かけるんですよ。で、じゃあそれであの地球にある財産とかもその借金も全部リセットできるってことで、じゃあそう、それであの応募してみるんですよ、人生をやり直そうってことで、はいはい、で惑星移住の被験者となって地球から旅立ったんですけれども、その旅立ったあの宇宙船が墜落してしまってですね、それでなんか未知の惑星に墜落しちゃうんですよ、はい、で目が覚めたらもうなんか誰もいないし、助けを呼んでも誰も来ないっていうところで、あの浜辺でなんか触手っぽい生物に襲われちゃうんですよ。やばいじゃないですか。エロ方面でちょっとあの襲われてしまって、大変なことに。 でそこに助けに現れたのがこっちの攻めのイオ君って言うんですけど、彼もその同じ惑星移住の被験者で来てたあの生き残り生存者だったんです。あ、そうなんだ。で宇宙人とかではなく、あ、じゃなく、そうなんです。なんで2人とも地球出身の人間なんですけど、はい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 、があの未知の惑星で出会ったっていう感じのところから始まっていきます。であのまあ結構不思議な世界観だと思うんですけれども、はいはいはい、もうそれをね凌駕するような圧倒的なエロとあの重厚なストーリーと、はいはいはい、はい、なんかすごい引き込まれちゃって、めっちゃもう一気に読んでしまいました。いや、なんか設定自体もこのここじゃないどこか感があってすごいいいですね。はい、そうなんですよ。なんで、で結構まだ近未来って感じなんで、なんか現代ともちょっとリンクさせながら、まあ、全く話ではないよなって思いながら確かに読めたとこも良くて、なんかもう異世界エロなんで結構プレイも濃厚ですし、おーおーおー、まあ、外でねいろいろやってしまったりとかも、あ、でも基本外そうです、そうです、まあ、開放的にできますね。で、なのこの攻めのイオくんがね、やっぱ体格がめっちゃ良くてですね、こう浮きを抱え込んでもうなんかしっかりしっかり入ってるなっていうのが分かる、ホールドしてっていう感じが、そういうシーンがめっちゃ多くて良かったですし、まあ、なんかやっぱなんか湿潤、なんかモイスチャーな感じいっぱいあのシルな感じがあって、それもいいですね。で、なんかあのさっきちょろっと話したあの触手が大活躍でして、あらあらあら、あのいっぱいいっぱいどん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 出てきて、触手となんか 3P みたいな触手も交えて仲良くみたいなところも、すごい、攻めと受けと触手みたいなみたいなのもあったりして楽しく読めますね。であのさっきちょっと話したんですけど、ストーリーもすごいこう重厚っていうところがあって、まあその颯太くんがその移住を決めた理由が、その借金がリセットされるっていうのもあるんですけど、それに加えてあの自分は幸せな家族を築きたいっていう目標を異世界で新しい人生として叶えたいんだっていうのは一個テーマにあるんですよね。それをこのイオくんと一緒にこの未開の地で他の生存者とも出会って、こういろんなあの人間関係が出てくる中で、あの自分が本当に欲してたものって、そのいわゆる家族の形なのか何を欲しているのかみたいなところが、あの徐々にこう自分の中でもはっきりしていくっていう、こう人生の再生ストーリーというか、大切なものに気づけるみたいなところも映画あったりするので、そうすごい面白いです。いや、いいですよ。このイオくんがやっぱりあともうクセ強というか、そこも結構こうスパイスとして作品の中に効いてるかなと思うので、ぜひちょっと読んでみてください。はい、ということでここまで2人合わせて10作品を紹介してまいりました。はい、もう今年2023年の上半期もですね、もうすでに素晴らしすぎる作品の数々がもうありまして、はいはい、で今紹介させていただきましたけども、はい、もうまだまだ正直あるんですよ。そうなんです、私たちもねこの10作品も選ぶの本当に苦労して、そうそうそう絞り出してっていう、はい、こう選び抜いてってところなので、はい、まあ、まだまだあると思いますので、はい、ぜひこうチルチルのサイトの方でも2023年度のこうレビューランキングがこう、はい、
閲覧できますので、そちらもぜひ確認して参考にしてみてください。はい、こんな感じで多分今レビューランキングと出てると思うので、はい、ぜひご自身 の、 あのスマートフォンだったりサイトでもご確認いただけるといいなと思います。はい、はい、で、またこちらの作品をお読みになられた際はですね、ぜひぜひレビュー評価でしたりとか、うん、あのコメントを寄せていただけますと、あのとても嬉しいです。ということで本日は2023年上半期のベスト BL10 冊ご紹介させていただきました。はい、ぜひ皆様の上半期ベスト BL もコメント欄にてお待ちしておりますので、はい、コメントしてくださると嬉しいです。はい、お待ちしております。はい、それではバイチルー。